はい、皆様、いかがお過ごしでございましょうかプルート向いです。さて、今回はですね、ロッキー VS ドラゴ、追加されたシーン、そして削除されたシーン、全部紹介しますという動画になっております。はい。今、こちらの動画見ている方々はですね、ロッキー VS ドラゴ、もうご覧になっている方なんじゃないでしょうかはい。非常に良かった作品でございましたよね。今回ですね、皆様には先ほどお伝えした通りで、追加されたシーン、削除されたシーンということで、ご紹介していきたいと思います。はい。こちら のプルート向かいのシネマトークショーというチャンネルはですねこういった映画の小ネタ情報そして新作映画のレビューなども上げていたりしておりますもしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますでは早速行ってみましょうレッツゴー はい。ということでですね、早速お話の方に入っていきたいと思います。今回のお話ですね、かなり長くなると思います。いかんせんですね、追加されたシーン、削除されたシーン、まとめてもですね、20個ぐらいありますのでですね、まあ、ラジオ感覚でですね、お付き合いいただければなと思います。あの、ちゃんと編集はしますんで、はい、よろしくお願いします。そしてですね、おそらく僕が今、動画を上げてる内容の他にもですね、いろんな内容があると思います。なのでですね、ぜひ、追加されたシーン、削除されたシーン、皆様が知っているところをですね、下のコメ コメント欄に載せていただければなと思いますではですね、えー、まず最初からいってみましょうはいまずオープニングからですねやはりこのロッキー vs ドラゴという作品はですねオープニングからガラッと変わったということでございましてアイオブザタイガーが流れないというところとあとはですねグローブのシーンがなくなりましたよねまあこういったですねグローブのシーンから見てもこのですね本作というのはこのなんていうんですかね戦争テーマというかですね、えー、冷戦時代のベースのですね関係性というものをちょっと柔らか ししているよようなところがあったりしますよねそして、二つ目がですね、え、ロッキー3の階層がメインになって物語がですね、オープニングが進んでいくというところでございますね。はい。そして三番目はですね、ポーリーの誕生日でございますね。はい。えー、やっぱりね、今回の作品ですね、ロボットのシーンが丸々カットされていたというところでございまして、いやね、このロッキーですね、スターローンがですね、どんだけ隠し玉を持っていたのかっていうところが考えさせられましたよね。うん。やっぱり、スターローンの中でもあったんじゃないですかえー、とこの 追加シーンを入れているということはうーんなんかこのロボットのシーンどうしようかな入れるか入れないか悩んで悩んでじゃあ2つ取っちゃうみたいな感じが伺えたなというところでございますはい。まあ、そういったところではポーリーのシーンがなくなっておりましてそしてロッキーがエイドリアンにプレゼントを渡すシーンも、えー、カットされていましたねそして4番目がですねここからすぐにアポロのプールのシーンが始まりますね、えー、ワンちゃんにボールをこうですね投げていたりするところにドラゴンの内容が出てくるというところでございますはい。まあここからですねすぐ アポロのシーン行くんだって言って僕はですねここが一番びっくりしたところでございますはいでここですねはい5番目ここが非常に重要な変更点だと思いますはい、えー、アポロの相談シーンというところでございますねはい まあ、えー、ここのお話ではですね、ロボットのシーンがカットされているというところと、エイドリアンがですね、コーヒーを継ぐシーンというものが追加されておりました。はい。まあ、そこはともかくですね、やはり、この、パート2の映像を二人で鑑賞しているシーンですよね。はい。こちらのシーンがかなり変わっていました。どこが変わっていたのかというと、その、オリジナル版ですと、アポロがですね、ロッキーに、まあ、いろいろプレゼンするわけなんですね。俺より戦わせてくれ、戦わせてくれっていうわけなんですけども、その後、 オリジナル版では大した演説だよみたいな取引成立だーって言ってロッキーが承諾するんですよね このドラゴとの戦いに承諾するわけなんですけど、今回はそれが丸々カットされていたというところでございます。なので、まあそういったところを見ると、この後もご紹介するんですけども、やはりこのロッキーがアポロをなくしてしまった後悔っていうものがですね、ここのシーンで非常に掘り下げられているなというふうに思いました。そして、えー、続いてが6番目ですね。えー、6番目が試合でございますね。えー、アポロ VS ドラゴ戦でございますね。はい。まず僕がですね、これどっちなんだろうって、これ多分そうだよなって 思っったのがが手合わせが逆っていうところですね試合をする前にドラゴとですねアポロがグローブをかわすシーンがあるじゃないですかオリジナル版ではアポロがガンってやってドラゴが微動だにしないっていうところだったんですけども今回のやつはおそらくドラゴが上からバーンってアポロの、えー、グローブを叩きつけるというシーンに変わっていたんじゃないかなと思っておりますはい。 あ、ちなみに、えー、その前にもですね、えー、記者会見のところで、ドラゴがですね、人間性があるというところもございますね。<laughs> はい、ちょっと抜けておりました。はい。で、えー、試合としてはですね、試合時間が長いというところと、ドラゴが挑発するシーンがですね、追加されておりました。そして、最後ですね、ドラゴがアポロのことをですね、まあ、倒すというところでございまして、試合終了後に、俺の名前はドラゴだって言って連呼するシーンがございましたね。まあ、そういったところでは、このドラゴというキャラクターの人間性というかですね、まあ、非常に ふつふつつととででですねこうハングリー精神をむき出しししににてていいいいるるるロボットではななな人間性が垣間見,られるえ垣間見れるところになっているんじゃないでしょうかえそしてですね、やはりここも非常に大切でございますね。はい。7番目が葬式のシーンでございます。はい。えー、今回のですね、葬式のシーンなんですけども、オリジナル版ではですねえ、ロッキーというキャラクターは泣かなかったんですよね。ただ今回のロッキー VS ドラゴという作品では、もう大泣きしているスタローン、ロッキーでございます。はい。そしてですね、 アポロ愛してるぞみたいなことを言っているわけでございますねなので先ほどお伝えしたパート2での戦いのシーンロッキーが承諾をしないということに変わっているあとは今回の葬式のシーンでスタローンがえロッキーが泣くというところでやはりですねこのロッキーという男が このアポロをなくしてしまったのは自分のせいだというのをかなりですね、えー、突き詰めているというかですね、掘り下げているところにもなっておりますよね。そういったところではですね、やはりこのクリード2につながっている、アポロをなくした後悔をアドニスに伝えるというところでは、まあ今回のオリジナル、えー、今回のロッキー VS ドラゴンの方が共感できるんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、これ僕の中では結構ハテナマークのとこだったんですけども、男の子が映ってるんですよ。 はい。男の子がですね、今回のその葬式のシーンで映っているようになってるんですけど、この男の子は果たして何者なのかっていうところでございます。で、考えたのがですね、まあ、アドニスなのかなというふうに思ったんですけど、アドニスは、まあ、愛人の隠し子っていうところもありますし、え今回のロッキー VS ドアゴが1985年に公開されているんですね。で、その男の子の年齢を見ていると、だいたい5歳ぐらいなんですよ。 で、クリードの作品を見ていると、2015年が公開なんで、年齢からすると、まあ、35歳ぐらいっていうことで、おそらくアドニスではないかなというふうに思います。ただでね、非常にですね、なんか怪しい男の子みたいな感じ、存在感が際立っていたというところでございまして、なんでここの方、追加シーンを入れたのかなというところが気になっているところでございますね。はい。で、まあそういったところで、このロッキーとアポロの友情が今回のですね、ロッキー VS ドアゴで掘り下げているというところで、まあ 車の中でででですすすすねねね、えー、ロッキーがノーががをです、ね、聞くっってていいいいいうシーンがです、ね、より際立っているんじゃないかなかと思いますはい、やっぱりね、このロッキーが自分が死ぬかもしれない怖いっていうところと、えー、アポロをなくしてしまった償いっていうところがあると思うんですけど、よりアポロをなくしてしまった後悔償いっていうものがですね、フューチャーされているっていうシーンに生まれ変わったんじゃないでしょうか。そして、続いてがですね、ここがですね、僕ちょっと引っかかったところなんですよ。はい。えー、8番目なんですけども、えー、ロシアに旅立った ロッキーでございます、ね、はいこちらのシーンなんですけどもやはり、えー、ロボットとですねポーリーのシーンがカットされているというところでその代わりにエイドリアンが抱きつくというシーンが追加されておりましたまあ僕はですねここから言うとオリジナル版の方が好きかもしれないですね今回の方ではもうそのロシアに行く前にエイドリアンが抱きつく言ったことによってそこのですねえあわざわざエイドリアンロシアまで来たんだっていうですねなんか感動みたいのが薄くなったなっていうふうに思いましたでえっ、ー、と9番目ですね えー、9番目はですね、山小屋のシーンでございますね。えー、ロッキーがロシアにはるばる出向いて、えー、山小屋を見るシーンなんですけど、ここね、ちょっと自信ないです。はい。あのね、 スパーリング相手がいないなんでスパーリング相手がいないんだみたいな感じでですね、えー、騒いでいたと思います。はい。今回のシーンだと。で、えっ、ー、と、オリジナル版では、ポーリーが、えースパ、スパーリング相手がいないだって何考えてんだぐらいだったんですけどもね。はい。多分、ここは変更されていたんじゃないかなと思います。はい。そして、10番目ですね、1回目のトレーニングシーンでございます。こちらはですね、僕が思ったのは、えー、黒帽子のロッキーがサンドバックをしているシーンがですね、追加されていたなと、えーえー、思います。 はい、そして11番目ですね、はいえー、2回目のトレーニングシーンということでございましてここはねあの炎を前に、えー、ロッキーがです、ね、縄跳びをするっていうシーンが追加されていたと思います、はい、まあトレーニングシーンというところでは結構胸ツなシーンでございましたねああここ追加されてるんだって感動しました、はい、そして12番目ですね控え室、ー、のシーンでロッキーの眉毛にワセリンを塗るっていうシーンが追加されていたと思いますはい そして13番目、試合のシーンでございます。はい。試合のシーンは全体的に長いというところなので、ここはですね、掘り下げてお話ししたいと思います。はい。まず1つ目ですね、えー、ロッキーの心の声というところがありました。俺はやれる俺はやれるんだっていう自分の心の声がですね、漏れていたっていうですね、えー、ところがあります。はい。そして14番目が息子のテレビシーンがカットされているというところでございます。 で、えー、続いてが15番目ですね。15番目がですね、ラウンドの最終ラウンドでドラゴが一言言うわけなんですよね。で、ここですね、翻訳が違うからそういう風になっちゃっているのかもしれないです。えー、オリジナル版では、えー、やるぞみたいな風になっているんですけども、今回のお話では戦い抜こうというドラゴの一言があるということでございます。はい。これはどうなんでしょう翻訳が違うだけなのかなうん、セリフは一緒なのかもしれません。はい。 そして16番目ロッキーがですね怒涛の、えー、ラッシュをするというところでございますねはいオリジナル版よりもですね非常に、えー、ドラゴンのことをバコンバコンバコンボコ,ンボ,コ,ンボ,コンボコボコにするというところでございましたはい えー、そして17番目。17番目は国のお偉いさんが拍手をしないというところでございますね。はい。まあ、ここはですね、非常にまあ考えさせられるなというか、まあ、そうだよねというふうになりました。これはね、あのー、僕もオリジナル版を見た時にですね、あー、ちょっとやりすぎかなーっていうところがあったんですよ。はい、えー。2000万人が殺し合う必要はないんだっていうところにソ連が共感をするというところで、まあ、ここはね、あの、オリジナル版やりすぎだと思っていたので、まあ、それもですね、えー、あってかですね、追加シーンをですね、 えー、撮っていたというところがございます。はい。そして19番目でございますね。えー、19番目というのが、リングに降りるというシーンが追加されております。この際にですね、おそらくドラゴンの元に駆け寄るシーンみたいのがあったと思いますね。はい。そして最後20番目が、アイオブザ・タイガーが流れて、こちらのロッキー VS ドラゴンが終了するという風になっております。はい。いやーですね、こんな風にまとめてみたんですけど、いや、僕ね、2回見たんですよ。 二回見てもね、まだね、多分あると思います。はい。もうね、なんかね、見ちゃうとね、興奮しちゃってね、もうメモとか取れなくなっちゃうのよね。はい。まあ二回見させていただいて、このような形になりました。はい。で、今回のロッキー VS ドラゴというところを見させていただいてですね、まあね、ロボットのシーンがつい、えー、カまる丸々カットされたというところで、なんかね、こう、僕、ロッキー VS ドラゴを見た後にロッキー4を見たんですけど、なんかね、やっぱ、 あのロボットがいないとしっくり来ねえなあっていうなんかね、変な気持ちになってるんですよ。はい。今までロッキー4ですね、何回も見させていただいたんですけども、その時にはね、ああ、ちょっとこのロボットのシーンか、ちょっといらないかなと思っていたんですけど、なんか失って気づく寂しさみたいなのがありますよね。はい。ロッキー4にはあのロボットは欠かせないものだったんじゃねえかなというふうに思っております。はい。 そしてですね、えー、やっぱりロッキーとドラゴンのですね、友情というものがかなり掘り下げられているなというところが感じられたというのが、やっぱり一番大きいかなと思います。はい。えどちらかというと、僕はロッキー4の作品の中では、ロッキーがですね、まあ、アポロに、えー、アポロが亡くなってしまうということで、タールを投げないということにそこまで後悔していないと思っていたんですよ。それでこそ、俺はファイターだから、アポロの気持ちがわかるということで、僕は思っていたんですね。ただ、今回のお話を見ていると、スター はそういうふうに描きたかったわけではないのかなというふうには思いました。 そしてやっぱりドラゴというキャラクターが掘り下げられているなというところがありますよね。えー、メカメカしいというかですね、ロボットみたいなア、えー、ドラゴではなくて、非常に人間味溢れていたというところでございます。まあここではですね、語ってないんですけど、ちょこ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 ね、ドラゴの表情とか変わっていたりするんですよ。はい。まあそういったところでは僕がですね、えー、ネタバレなしの方でもお話しさせていただいたんですけど、これはですね、僕なぜつく作り直したのか、再編集したのかというと、クリード2の影響を非常にスタロンは受けているんじゃないかなと思うんですよね。 はいえー、クリード2では、えー、ドラゴがまた出ているというところでございましてまあねオリジナル版のロッキー4を見ているとまあこんな ドラゴって性格変わるんだなーって違和感があったんですけども、今回のロッキー VS ドラゴンを見る限りでは、あーなるほどね、ドラゴンがまあ何十年の年取ったらこういう風になりそうだなーっていう風にですね、信憑性が上がったなーっていうところでございます。そして、えーロッキーがですね、そのアポロをなくしてしまった後悔というところもですね、今回のロッキー VS ドラゴンの方が僕の中ではしっくりくるなというところでございます。はい。まあそういったところでですね、ロッキー4とロッキー VS ドラゴンどっちがいいのかというと、 ま、どっちも好きよね <laughs> まあどっちも好きいや、もう、両方いいよやっぱりね、ロッキーシリーズの中で一番好きなロッキー4が、こういったように再編集されて、劇場で見れたということは、僕はですね、お腹いっぱいになっておりますということでですね、今回お話を締めたいと思います。ぜひですね、皆様コメントじゃんじゃんください。別にここの追加シーンとかですね、カットシーンがありました、ありませんでしたっていう以外の皆様のですね、見た感想、気持ちをですね、ぜひ動画のコメントに残していただければなと思います。 それでは皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね